にちは。親父の家のジジイです。正真正銘のジジイです。今日は違うアングルで撮影しています。 YouTube を始めた時に最初の動画を見て、私の奥さんがこの人のように話しなさいとメンタリスト DAIGO さんの YouTube を見せてくれました。いやいや、 DAIGO さんのようによどみなく話すことは私にはできないし、教養や知識が何もありません。比較対象にはならない人です。富士山と小石のような関係です。富士山足す小石一つで1足す1は2という計算にはならないですよね。何言ってんでしょうか。自分でもよくわかりませんが、でも私は富士山の絵なら描けます。そんなわけでメンタリスト DAIGO さんと似たようなアングルで撮影しようと決めました。これも何言ってるかわかりませんね。今日は何を話すかというと、お遍路さんの話です。自分から話せることは何かないかなぁと考えた時に頭に浮かんだのがお遍路さんのことでした。実は私、四国88箇所を4周歩いてお参りしているんです。3周目までは仕事の現役中だったので、夏休み5日間、その前後の土日を含めて9日間、有給が余っている時は十数日間、ほぼ4年かけて一周歩きました。一周を全部歩くのを通し打ちで、そこまで歩いてまた帰って、またその次にそこまで行って歩いて帰って、次にそこまで行って歩いて帰ってというやり方を区切り打ちと言います。ですから私は区切り打ちを3回やったことになります。で、4回目には通し打ちをしました。四国88箇所は歩くのにほぼ42から45日、距離ですと1200から1400キロぐらいです。夏でしたから、これがしんどかったです。普段歩かない人間が1日に20キロから40キロ歩きます。足の裏には豆ができて、日焼けで肌とか顔とかが焼けただれて、まあ大変でした。雨の中や風の中、山道、国道、とにかくしんどいです。でも家に戻ると次の遍路が楽しみで楽しみで仕方なくなります。でも実際次に行ってみますと、こんな辛かったんだ、もうやめて帰りたいと思うんです。でもまた家に戻るとまた行きたくなる、そんな感じがしました。これを四国病というそうです。まず見知らぬお遍路さんたちと一緒になり、いろいろな話をします。だいたい歩く速さは同じなので、宿も同じになることが多いです。いろいろな経歴な方がいます。でもお遍路さんという一括りで同じですから、話が弾みます。一生の間ずっと歩いているお遍路さんにも会いました。死ぬまで歩いているそうです。その人たちと話して苦労話を聞くのも面白かったです。また小学生たちが登校時間の時に会うと、お遍路さんおはようございますとか、頑張ってくださいとか、
声をかけてくれます。何人も何人も、まあ涙がこぼれそうに感激します。言霊っていうのは本当にあるんだなっていうふうに思いました。地元の人にも声をよくかけられます。雨が降りそうだから気をつけて歩いてね、そっちじゃないよ、こっちの道よ、とか教えてくれたりもします。時にはお接待としてみかんとかお菓子とかジュースとかいただいたりもします。車では一瞬で通り過ぎてしまう風景でも、歩いているとそれをずっと長く楽しむことができます。座り込んで眺めていることもありました。山を越えたり目的の場所までたどり着くと、その時の達成感はとっても気持ちがいいものでした。やったという感じです。白衣、白衣、和げさ、それと杖、傘、こんなコスチュームで歩きます。これに大体5キロから10キロぐらいのリュックを背負ってひたすら歩くだけです。親野さんは服装にはこだわりませんが、他の家の軒先なんかも歩くことがあります。変なジジイが普通の格好でリュックを背負って歩いているよりも、地元の人も、あ、お遍路さんが来たというふうに認識をして安心できるんじゃないかなと思って、この服装も必要じゃないかなというふうに思います。ミルクです。2019年製です。この年のイチゴは出来が良くてとてもいい味です。私は話すのがうまくないので、遍路の良さを紹介した本を5冊紹介します。その本を読んでいただければ遍路の面白さ、楽しさが分かるんじゃないかなっていうふうに思います。まず1冊目がお遍路、白神忠さんという方の書いた本です。私も最初は歩くんじゃなくてツアーとか車とかで行こうと思っていました。でもこの本を読むと、人との出会いとか風景とかいろんなことが分かって、これを歩きたいなと思うきっかけになった本です。次は男は遍路に立ち向かえ、森哲司さんの本です。この本はすごくアクティブで、どん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 困難を乗り越えるようにして歩いていく様子が書かれています。遍路にはそういう場面も何箇所かあります。読んでると力づけられます。さあ次は細谷雅子さんの四国遍路記です。この本は70日間をかけて歩いた女性のお遍路さんの遍路記です。70日、好きなところがあれば1日2日3日と泊まったりとか、すごくゆったりとして歩いています。足の休養日を作って、今日はお休みにしようとか、いろいろゆったりとした遍路の様子です。私が区切り治療をしていた頃、この本を読んでこういう歩き方がしたいなと思いました。次は大志の懐を歩く福島明子さんの本です。これは
時空が同じ時間、例えば私がここにいて、他のお遍路さんがもっと先を歩いている、その両方の視点からそのお遍路さんの様子を見たりとか、一箇所の宿に泊まっていろんなお遍路さんのインタビューをしたりとか、さまざまな遍路模様が伺える本です。で最後に車谷長吉さんの四国八十八箇所環状巡礼です。これはもうさすがに直木賞作家の文章で、これはもうお腹を抱えて笑うほど面白い本です。こういう風にフリーに歩けたら本当にいいだろうなっていう風に思いました。遍路について何か参考になったでしょうか。なかなか大悟さんのようにうまくは話せません。これはよくわかりました。ではまた。